あれです、東大最強の天才ですか。まあ、あの東大はね、歴代天才を生み続けている、まあ、そんな最高学府だと思いますけども、あの喧嘩のね、世界で天才といえば、まあ、これもね、誰が一番かっていうのはその時代その時代の対戦相手もよるんで単純比較はできないんですけども、あのブレイキングダウンをね、まあ、スタートした CEO の朝倉未来さんとかね、どうなんでしょうかね。あの客観的に見ると単なる、まあ、暴力自慢ですよ、喧嘩自慢ですよ。でもそれがブレイキングダウンという箱に入ることによって、まあ、異彩を放っているというかね、路上の伝説というふうにこう認識されているってところじゃないですかね。でこのブレイキングダウンが、ね、最近ねちょっとね、いや、まあ、やばい風が流れてきたんですよ。でこのブレイキングダウンをはじめとする朝倉未来さんっていうのはものすごいね、あの、まあ、稼いでるんですよね。まあ、言ってみれば喧嘩の強さで稼いでると言ってもいいでしょう。で朝倉未来さんは実際に格闘界に入ってですね、そのトップ選手としてずっとやってるわけなんですけども、ブレイキングダウンってのは一体どうなのかなっていうところなんですよ。あの格闘技のプロが参加してるわけではないんですよね。もちろん一部格闘技のプロが参加してるところありますけども、基本的には暴走族上がりとかね、懲役行ったとかね、なんか逮捕何回されたっていうところから、まあ、キャッチコピーを持ってきて、でアクセスを集めれるようなちょっとアンダーグラウンドな人たちがね、こう無資格で果たし合いをやってる場所なのかなと思うわけなんですよ。で、まあ、一定のルールと健康状態チェックとか契約書を書いた上で、まあ、リングに立つとは言いながらもね、あれは法的に結構ダメなんじゃないかなってところが最近出てきてるところがあって、でその一つがブレイキングダウンの参加者が結構ね逮捕されているっていうところが報道されるんですよ。もちろんね、昔からこういったあのちょっとお騒がせ番組に出演してる人がね、元出演者とかがちょっと逮捕されたみたいなことあるんですけども、それはあくまでも個人の責任であってね、別にブレイキングダウンが逮捕者をなんか犯罪者を出してるわけではないんですよ。でもその結びつきがちょっと最近起きてきてるかなっていうところなんですよ。まあ、つまりブレイキングダウンを喧嘩自慢というね、暴力沙汰のその反射認定しようとしている動きが出てるんじゃないかなと思うんですよ。でそれを脅しながら、もしかしたらちょっとなんぼかよこせよみたいな動きが出てるのかもしれませんしね。でそれから似たような形で、まあ、ホスト業界も反射認定をしようかっていう動きが出てきたりとか、まあ、頂き少女なんとかっていうのがありましたけどね、あれも結局個人で人を騙しているっていう風な立て付けからバックにホスト業界っていうのがあるっていう風に、まあ、結構ね無理につなげようとしてるところがあってね、ひょっとしたら、まあ、そういうふうに目立った業界一つ一つ潰しながら民間の力を削いでいったりとかね、なんか妙な動きがあるなとか思うところなんですよ。まあどうなってるんでしょうね、まあ不安は尽きないという、言ってみればネオヒルズみたいなね、一世を風靡したムーブメントもこういった形で潰されていったのかなとか思っちゃうんですけどね。一体どうなんでしょうか。いってらっしゃい。